皆さんこんにちは。私は元東都市長補佐官兼東都先端物質学研究所所長のモーブロゲットさん。ということで今回はこのトランスインガンで対決するか。このままじゃ拉致やかね、必殺技だ。やる。はい、こんにちは。マーチャンのマーハルです。はい、今日はこちらですね。うん。仮面ライダービルドの黒子エンジュ。デラックスネブラスチームガンです。はい、ということで2018年2月18日放送分のビルドでも登場したけれども、うん、ネブラスチームガンだね。うん。早速開けていきましょう。はい。はい、ということでこちらがネブラスチームガンですね。うん。なかなかかっこいいね。そうだね。なんかここにギアが入って、うん。そうそうそう。紫色でこの金のね、うん、装飾があって。かっこいいね、うん。ちなみにトランスチームガンと比較してみるとこんな感じだね、うん、ちょっとここの部分が違うくらいだね。そうだね、基本的には同じですね、うん、色違いのだけだね、うん、それとネブラスチームガンにはこのギアエンジンとギアリモコン、この2つが付いてきてましたね、うん、これはフルボトルじゃないんだね。そうだね、こう振っても音鳴らないです、うん、この部分がギアになってて、ギアエンジンの方は白いギアだね、うん、そしてここにちょっとねロボットっぽい絵柄があります。そしてこっちがギアリモコンだね、うん、ギアリモコンの方はこの緑色のギア、そしてここがちょっとボタンみたいな絵になってるね、うん、リモコンだからだろうね。そうだね、はい、ネブラスチームガン電池セットしてありますんで電源入れてみましょう。はい、ネブラスチームガン。でこれでトリガー引いてみてください。はい、あ、一緒かな。そうだね、トランスチームガンと一緒だ。そうだね、うん、あ、ギアエンジンをセットしてみましょう。変身だね。ギアエンジンオンキー、エンジンランニングギア、エンジンランニングギアって言ったみたい。お、うん、でこれでまたトリガー押すと、トリガー押すとって今のが必殺技だね、うん、はい、じゃあ今度はギアリモコンセットしてみましょう。はい、抜いてギアリモコン、リモートコントロールギアって言ったみたいね、うん、じゃあ必殺技お願いします。はい、フンキードライギアリモコン、でこれもう一つなんだね、うん、ヘルブロスっていうのに変身できるんだね。これはリモコンブロスとエンジンブロスが合体した感じ。そうだね、うん、もう一個。はい、ギアリモコンモンキーマッチ、おフィーバーパーフェクトすごいね。これでもう一回弾くと必殺技かな。
はい、じゃあクロコダイルクラック、これもセットしてみましょう。うん、これはデンジャーで。はい。どっちからなった今、どっちだろう、こっちからなった、こっちからなったんだ、最後はこっちからなって、ドゥン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 ってずっとなってたね、うん、あー、うん、ちゃんと音が合ってた、うん、そしてスチームブレードと合体させるとライフルモードにできるね、うん、ライフルモード、あ、これちゃんと言うんだ、そう、ね、あ、この音も一緒だね、そうだね、なるほど、じゃあこの状態でギアエンジンセットしてみましょう、うん、ギアリモコン、はい、ギアリモコン、ファンキーショップ、ギアリモコン、じゃあクロコダイルクラックもやりましょう、はい、次はビルドドライバーでギアエンジンとギアリモコンを聞いてみましょう、はい、ベストマッチするのか、エンジン、エンジン、リモコン、あ、ベストマッチしない、うん、クロコダイルクラックとじゃあギアエンジンでやってみようか、うん、あー、これもダメなんだね、ごめん、終わっちゃった、じゃあ続いてはクロコダイルクラックとギアリモコンでやってみましょう、クロコダイルリモコン、ベストマッチ、おうわ、なんて言ってたかな、水際のなんとかってか言ってたんだよな、うん、クロコ大根って言ってた、おお、ベストマッチしたしたね、うん、クロコ大根なんだこれ確かにね、あのこのクロコダイルクラックやった時にね、コメントで教えていただいてたからね、いやー、そう、本当にしたね、うん、ね、調べたら水際の電波野郎だった、あ、変態野郎じゃなかったで、電波野郎だった、でもクロコ大根は間違いないね、うん、すごい名前だね、では次はスクラッシュドライバーでも聞いてみましょう、ギアエンジン、ああ。
はい、ということで今回は仮面ライダービルドの黒子エンジュデラックスネビラスチームガンでした。はい、ということでじゃあ今日のマーティー君ご覧ください。今日のマーティー君いきます。よいしょー。はい、はいはいはい、マーティー、はい、マーティー君、マーティー君、そうですか、そうですか、はいはい。今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そして、今回のおすすめ動画はこの辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください。それとチャンネル登録はこのマーティ君あたりをよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバイ。